か。やぎたのゆうぎょうグレープ。さあこのモンスターは一体何かな。正解はなんやこれ。おいっす、ヤグタウンです。さあ、冒頭のネタ分かったでしょうか。まあただのね、水色つながりっていう話なんやけど、分かったよって、このキャラ知ってたよっていう方、もしよかったらグッドボタンの方を押してってください。さあということで、今回はね、ライトレイの、ギアフレイ、あ、ギアフリードと、ディアボロス、このどちらも採用した形の、デッキを組んでまいりました。で、実はね、昨日挙げたデッキ、ライトロードディアボロスデッキと非常にね、酷使しているデッキではあります。ただ、どこを変えたのかといったところで、説明させていただきましょう。このライトレイディアボロスなんですが、ディアボロス、ギアフリードともに通常召喚ができないと、でさらに特殊召喚も、条件があって、自分の墓地の光属性モンスターが5種類以上の場合にだけしか、特殊召喚できないと言ったところで、じゃあそれをね、一体どのように解消するかと言ったところなんですが、非常にね、要するに手札に来た時非常に邪魔、非常に邪魔なんですよ。で、そこをね、手札に来た非常に邪魔なカードを解消するためにシシャタム入れております。シシャタム2枚採用しております。で、このシシャタムは、ディアボロスと、ギアフリードだけじゃなくて、2枚目以降のね、隣の芝刈りにも使えたりもしますし、あとこちらライトロードビーストウォルフ、こいつはね、このカードは通常召喚できません。カードの効果でのみ特殊召喚できると。このカードがデッキから墓地送られた時に発動、このカードを墓地から特殊召喚するといったことで、初期手札とかにね、もうこいつ来てしまったり、普通のドローで引いてしまったりしたら非常に邪魔な、モンスターと言わざるを得ないので、そういったところを解消するためにシアタム入れております。結構ね、もっとここのバランスがね、すごく難しかったんだが、まあ、2枚にするか3枚にするか4枚にするかぐらいの間で、悩んだところ、まあ、結果的に今2枚ぐらいでもまあ悪くないかなぐらいの考えですね。シシャタムが3枚、それでももっといるなっていう方はブラックコアとかね、入れてみたりしたらいかがでしょうかとは思います。で、結局その隣の芝刈りとかで、まあ、墓地に送ると、いろんなね、光属性モンスターを送ると。ただ、要するにこれって、墓地を耕しても、ライトレイギアフリーとまたライトレイギアボロス、自分のね、手札にないと、出せないわけですよ。墓地からの特殊召喚なんてできないわけですよ。って言ったところで、じゃあ墓地に落ちてしまった場合、じゃあ例えば全てね、墓地に落ちてしまった場合どうするかといったところで、はい、こちら。創生の預言者、前回もね1枚は入れてたんだが、こいつ厚めにして入れております。魔法使い族なんだが、一旦に一度手札を1枚捨て、自分の墓地のレベル7以上のモンスター1体を対象として発動できる、そのモンスターを手札に加えることができるといったことで、まあ、対象となるのはね、もう先ほど言ったディアボロスと、ギアフリード、このね、2体のみの、話にはなるといったことなんだが、まあ、それをね、墓地から、手札に加えることができると。で、このデッキ前回と違うところこちらですね、ラストギャンブル採用しております。まあ、5ターンまで耐えれば、まずこの墓地肥やしが可能ですと、好きなモンスターを、まあ、手札をね2枚捨てることによってサイコロを振って、その出た目の分だけドローするといったことなんだが、まあ、墓地肥やしができる上に、まあ今のライトレイディアボルス、またギアフリードが引けてなかったらそれを引きに行くこともできると。まあ、極端な話、召喚権が残っていれば創生の預言者を出して効果使ってっていう形も絶対ね、できるので、創生の預言者、ライトレイギアフリード、ディアボルス、このいずれかが引ければ、ラストギャンブルで引ければ、まあ、うまくね回るかなという構築ですね。案外ね、ラスギャンが非常にやっぱ優秀かなと、まあ運も絡んでくるんですが、で、まあ、あとはもう相手のバック対策はライラ、そしてギャラクシーサイクロン、これで、ぶち壊すといった形です。で、やはりね、このデッキでも
非常に優秀だと思うのがこのカードアドバンス。自分のデッキの上からカードを5枚まで確認し、好きな順番でデッキの上に戻す。このターン自分は通常召喚に加えて一度だけモンスター一体をアドバンス召喚できると。これね、結局ライトロードデッキ、効果力で言ったら今このギアフリードとディアボロスで火力面は補っているんだが、結局ねその途中まではライロで戦っていくしかないっていうところで、ライロもちゃんと上級モンスター出して戦っていかないかんと。でエンジェルケルビムであったり、まああとは、ドラゴングラゴニスであったり、これをね、うまくカードアドバンスを使うことによって、召喚権アドバンス召喚もう一度できるようになるので出していくと。でさらにその墓地のモンスター、うまくね5体以上の種類になるように調整して墓地へ送れるようにカードアドバンスで順番を入れ替えるといった構築になっております。さあということで、じゃあこの辺りでね、もしこのデッキ、この動画少しでもいいなと思っていただけた方はチャンネル登録、グッドボタンどうぞよろしくお願いします。最初のクイズもね、はい、理解できたという方はグッドボタンどうぞよろしくね。さあということでデュエルの方やっていきましょう。デュエルスタンバイ。デュエリストレベルをマックスに上げて戦ってやるぜ。ジョーロジ、お前がどんだけ強くなったのか俺が確かめてやる。デュエル、俺のターン。行くぜ。モンスターを攻撃表示で処刑するから魔法発動。大丈夫だな。モンスターをシンクロ召喚。カードをセットだ。バトル。行くぜ。攻撃だ。ターンエンド。行くぜ。俺のターン。ドロー。頼むぞ。モンスターをアドバンス召喚。モンスター効果発動。モンスター効果発動。ターンエンド。行くぜ。のターン。ドロー。本当に大丈夫か。リバースカードオープン。速攻魔法発動。モンスターで攻撃。まだダイレクトアタックだ。モンスター効果圧倒。あれねえんだ。お
ターンエンドだけでね。俺っどうくぜ。頼むぞ。モンスターを攻撃用紙で召喚。モンスター効果発動。行くぜ。モンスターを特殊召喚。バトルだ。行くぜ。モンスターで攻撃。力だ。モンスターでダイレクトアタック。これで決まりだ。強くなったな、城之内。おっしゃ。これが男城之内の実力だぜ。